トレンド福岡、夏休みのおやつに手軽に楽しめる冷凍スイーツをご紹介します。さあ完成しました。もうお店に出てくるような、すごい。使ったのはスーパーやコンビニで購入できる冷凍フルーツ。トッピングにも使えて便利ですよね。冷凍王子こと西川さんに今回は冷凍フルーツを使ったアレンジレシピを教えてもらいます。今回紹介するのは冷凍ミックスベリーを使ったシャーベットですね。冷凍のミックスベリー今非常に人気になってるんですけども、いろんな味とか食感のベリーを楽しめますし、ビタミンなどの栄養素もあるというところで非常におすすめなポイントになりますね。こちら材料が今揃っております。ミックスベリーとオレンジジュースですね。材料はたったの2つ。冷凍のミックスベリーとオレンジジュースを準備して同じ容器に、あとは冷凍庫に入れて待ちましょう。半日もすればこうなります。ベリーの色が映って鮮やかな色になりました。さらにこれを電子レンジで加熱、半解凍になったものをほぐして盛り付けると完成です。いいベリーの香り、お店に出てくるような。いただきます。あー冷たい。うん、シャクシャクです。ジューシーで美味しい。ジュースの部分味が濃いんですよ。しっかり甘いですね。酸っぱさと甘みが強くなってる気がします。冷凍フルーツとジュースさえ使えばですね、本当に誰でも作れるんで、食べたいものをですね凍らしてシャーベットにして食べるっていうこともできるんで、本当にお子様にもおすすめですね。